狐塚古墳は、東京都世田谷区小山台二丁目にある古墳、史跡指定はされていない。野毛古墳群に属し、古墳時代の中期後半、五世紀第四四半期の造営と推定される。野毛古墳群の主張墓では、後期のものと言われ、同古墳群の移り変わりを研究する上で重要と評価される存在である。この古墳周辺は、国分寺が気仙と、 歴史的遺跡及び緑の保全を推進するために、世田谷区立、狐塚古墳緑地として整備されている。東急大井町線を小山台駅で下車し、駅前の商店街を多摩川の方向に進んでいくと、環八通りの小山台交差点に出る。交差点を渡ってさらに進むと下り坂となり、進行方向の左側に石標と、狐塚古墳緑地と書かれた表示板が見える。 表示板近くの出入り口には階段が続いていて、すぐに噴球の頂上までたどり着くことができる。頂上付近はほぼ平坦で、斜面には赤松の大木が生育し、樹林地となっている。噴球全体は道路より5メートルから8メートルほど高くなっていて視界が明けているため、晴れた日には富士山を眺めることも可能である。噴球上部には古墳の由来などを説明した。 案内板が設置されている。狐塚という名の由来は、かつてここに稲荷神社が存在したためと言われる。ここには1919 19年まで実際に狐が住んでいたと伝わっている。紛糾は1932年に土地区画整理によって一部を削り取られ、東側と西側はそれぞれ切り通しの道路に、北側と南側は住宅地となっている。 空球には東側と西側にある階段からそれぞれ出入りすることが可能である。世田谷区の地形は起伏が多く、武蔵野大地と玉川沿いの中積低地にまたがっている。武蔵野大地は小玉川が形成した扇状地にあたり、富士山や箱根火山などの噴火による火山灰が厚く堆積している。大地のほとんどの部分は玉川の浸食に由来する武蔵野面が占めるが、 その東端には、ヨドバシとエバラという海製の高位段丘が二カ所島上となって残されている。世田谷の地形は、下末吉面が一番古く、続いて、武蔵野面、立川面、中石定地の順に形成された。この地形はいずれも小玉川による貸子段丘で、下末吉面が最高位で、以下は順次定位となる。武蔵野面と立川面の境には、 高低差が十数メートルから二十メートルにも及ぶ崖線が存在し国分寺崖線と呼ばれる。野毛古墳群に属する古墳は国分寺崖線の斜面上に立地している。この地域の地形は玉川の方向に突き出す絶上大地と小さな四国が交互に連なっていて主要な古墳は絶上大地の上に点々と存在する形となっている。 野毛古墳群は前期の絶上第一条に5世紀から6世紀にかけて連続して造営されたもので、狐塚古墳も含まれる。狐塚古墳が立地する地点の標高は約32メートルを測る。狐塚古墳について、かつて西岡秀夫は西岡十二号墳と呼んで紹介していた。周辺には東方に小山北原塚古墳、八幡塚古墳、 天行塚古墳、西岡十六号墳、西岡十七号墳が所在する。西方には、野毛古墳群中最大の野毛大塚古墳をはじめ、大日塚古墳、三竹山古墳、少も塚古墳、上野毛稲荷塚古墳など、古墳の存在が多く認められる。狐塚古墳より、西方の第一斜面には、轟根横穴墓群、轟渓谷横穴墓群、 谷川上横穴墓群などが形成されている。狐塚古墳の一帯には、とどろき西根遺跡が重複して存在している。世田谷区には、2017年の時点で確認されている、周知の埋蔵文化財放蔵地は300カ所近くあって、これは東京特部では最多の数である。時代的には、後期旧石器時代から近代に至るまで、 各時代各期の遺構と遺跡が存在する。世田谷区内では、約80基の古墳の存在が確認されている。分布の中心となっているのは、野毛地区、北見地区、木田地区で、いずれも玉川沿いの大地や断球面に造営されている。玉川の流域では、中流から下流の左岸域では、大田区田園調布地域にまず古墳が出現した。 世田谷で古墳の造営が確認されたのは4世紀の末頃であり、絹田地区の絹田7号墳や野毛地区の上野毛稲荷塚が該当する。5世紀に入ると、玉川の流域での古墳造営の中心が、大田区田園調布地域から上流の野毛地区へと玉川の流域を遡上するように移動している。その後、絹田地区では、絹田古墳群を形成しながら7世紀末まで、 野毛地区では、野毛大塚古墳などを含む野毛古墳群を形成して5世紀末まで古墳が作られた。地形と周辺の項ですでに述べた通り、狐塚古墳は野毛古墳群に属する。同古墳群中最大の野毛大塚古墳の後、この地域を治めた主長の墓は、八幡塚古墳、天行塚古墳から三丈山古墳に引き継がれ、狐塚古墳は後期の主長墓とされる。 キツネ塚古墳は2013年までの時点で3回の調査が実施されている。以下に各自調査の概略について述べる。第一次調査では、墳丘測量図の作成とトレンチ発掘調査が実施された。墳丘は現況の不死ですでに述べた通り、1932年の土地区画整理によって一部を削り取られ、 東側と西側はそれぞれ切り通しの道路に、北側と南側は住宅地となり、東西約34メートル、南北約30メートルの方形を呈していた。測量図では、厚生に屈作などの手があまり加えられていない部分において、東高線が円を描いていることが確認できたため、円墳であることは間違いないと断定された。調査の結果、 噴球の直径約40メートル、高さ4から6メートルの円噴と推定された。推定された噴球の規模は、すぐ西隣の大地上に存在する三宅山古墳と、ほぼ同じである。第二次調査では、発掘調査に先立って、地中レーダーを使用した調査を実施した。取得されたデータは発掘調査で得られた結果と、よく合致が見られ、 埋葬施設の存在自体は確認できなかったものの、紛糾の中央部に、構築母校の存在が推定された。この調査では20センチメートルコンタの紛糾測量図が作成され、規模については、第一次調査や、紛糾北側にある住宅などの敷く立ち合い調査の成果などをもとに、築造面の標高は、概ね31.70メートルで紛糾の、 傾斜角は27度から28度、噴球直径約33メートル、高さ約5.5メートル、噴球頂上の平坦面直径約12.4メートルの円噴であるとの推定がなされた。造影の時期は、出土した埴輪の特徴などから、八万塚古墳より新しく、小山北原塚古墳よりも古い。第三次調査は、過去二回の調査で詳細が不明だった噴の、 構築や就航の確認を目的として実施された。3本のトレンチを設定の上、噴球の構築法と就航の確認を実施したが、噴球の端部を一箇所で確認したものの、就航の検出は確認できなかった。前回までの調査で就航の存在が確実と考えられていたが、噴球の北側と東西両側が道路によって削られているため、検出不能で南東と、 南西側に残存している可能性が残された。周校は森土の量から見て幅8メートル、深さ2メートル前後と推定されている。第3次調査で得られた結果から噴球の規模は約30メートル、高さ約4.6メートルと以前推定された大きさよりやや小さめであると考えられている。野毛地域に分布する主長母の系列に属する古噴は 野行塚古墳以後、天行塚古墳、八幡塚古墳、三岳山古墳と、連続してホタテ海式古墳、または作り出ぶつけ円墳が続いているため、キツネ塚古墳も、ホタテ海式古墳、または作り出ぶつけ円墳である、可能性が残る。ただし、墳丘り土部分の大半が1932年の区画整理によって削られているため、方形部の存在を確認できる。 可能性が皆無であることが今回の調査で判明した。造営の時期は以前の調査で出土した埴輪を含めて再度検討し直し、古墳時代中期後半で末期の形式では TK23 形式段階とされた。なお、棺や埋葬施設などは3回実施された調査では発見されなかった。遺物についてはすべての調査で埴輪が発見されている。 かつて、狐塚古墳には、吹石が存在するとされていたが、調査結果を総合すると、吹石はなく、埴輪の列が、墳球上部の平坦面端部、墳球の裾部に巡らされていたものと推定される。この埴輪は、第二次調査の報告書において、噛みつけのの初期群集墳である、高崎情報団地古墳群に供給されていた埴輪と、 同じ制作集団が作成した可能性が高いと推定されている。ただし、第二次調査の時点では、この政作集団に関わりの深い藤岡市本号、猿ハニワ用紙群の製品は出土していないため、供給値は特定できなかった。縄文土器も全ての調査で発見されている。形式としては5量が大式が多く、頭大式が少数含まれる。第三次調査では、 他に年始文系土器、書組織土器が出土した。これらの土器は、はじきなどとともに、古墳築造の際、森土を掘削した時に築造以前この地に存在していた住居跡の遺物が混入したもので、古墳との直接の関係はないとされる。1954年、世田谷区は、狐塚古墳と周辺の緑地を借地し、区立、小山大クラブ広場として地域に開放した。 これは国分寺が気仙と歴史的遺跡を保全すると同時に緑地を維持する目的も含んでいた。2013年に用地買収を行い翌年度に整備を完了して都市緑地に位置づけて世田谷区立狐塚古墳緑地として区立公園となった。2015年世田谷区文化財保護審議会は狐塚古墳を新たな史跡の指定候補として選定した。 これには公園としての整備が完了したため保存できる体制が整ったということが理由として挙げられた。2014年9月から10月にかけて小山台公式マスコットコンテストが開催された。このコンテストに応募があった作品の中からオッポンが最優秀作品に選ばれた。オッポンは狐塚古墳に由来する狐のような尻尾を特徴としている。 2015年10月17日、おっぽんは世田谷区から特別住民票を交付された。注釈出典。ありがとうございます。